平井城は現在の群馬県藤岡市にあった日本の城である。群馬県指定史跡。影響10年、鎌倉久保、足利持氏と関東関連、上杉則真の間に確執が生じ、身の危険を感じた上杉則真は平井城に逃れた。通説ではこの時に、則真が家臣の長尾忠ふさに築城させたと言われている。この後、 持ちうじと、のりざね幕府の連合軍の間で、影響の乱が起きたが、のりざね方が勝利した。文章元年に、関東関邸になった、上杉明貞によって拡張されたという。古くから、平井城が、関東関邸であった、山内上杉氏の拠点であったかのように記す資料も、あるが、実際には、栄章9年の栄章の乱もしくは大栄年間。 以降の拠点で、16世紀前半の短期間のもので、あったと見られている。天文21年、北条宇治安に攻め落とされ、時の平井城主の関東官霊上杉建成は、越後国の長尾景虎のもとに逃れた。すでに周辺の上の黒人勢力や、建成の馬回りまで北条に寝返っていたためである。永禄年に長景虎によってされたが、同年に景虎は、 関東における拠点を、馬屋橋城に移したため、平井城は廃城になった。脱回されて再び、上杉本拠地となることを恐れた北条氏が、落城前に城郭を破却していたのではないかとも指摘されている。平地部分に本丸などの本城があり、背後の山には、爪城である金山城があった広大な城である。平井金山城。 県指定文化財群馬県公式 HP ハット、キツレ川番館、黒田本木、大木谷植杉氏と、小田道館、森田新一、山内植杉氏の拠点について上野国板花を、中心として、初週、黒田本木編著、シリーズ、中世関東武士の研究第12巻3内、植杉氏、ISBN 978から4から864031080。86 ありがとうございます。